皆さんこんにちは。レック公認会計士課の中島です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日令和三年の担当式試験が行われました。えー、皆さんどうもお疲れ様でした。えー、それでは早速ですね、えー、全体の公表と合格ボーダーの方に行きたいと思います。はい、ではちょっとパワーポイントですね行きたいと思います。 はい、令和3年度担当式試験の全体の公表と合格ボーダーです、はいえー、まずですね今回のですね、えー、令和3年度に関しては、えー、感染症等の影響にですね、えー、全2回のところを1回の試験に、えー、なったということでですね皆さん多分、たぶん合格率とか。 そうですねちょっと気になっているかと思いますのでちょっとそちらの方のですね予測の方をご紹介させていただきたいと思います。はい前年の令和2年度のですね第1回目の担当式試験願書提出者が9393人そこから答案提出者が7245人でそこから合格者が1139人と。 当案提出者のベースでいくと合格率が15.7%第2回は9,383人当案提出者は5,616人合格者は722人ですから合格率が12.9%となっていますで現在ですねこの皆さんが受けた令和3年度の担当式試験は願書提出者なんと14,192名になっておりますね。 かななり増えた感じになってますけども例年ですねこの願書提出者から答案提出者第1回目の試験はだいーセ77%ぐらいのですね方にこう減少するということになってますので2回目と1回目だとおそらく1回目がやはり参考になるのかなと思いますので。 えー、今回もこの一万四千百九十二人の願書提出者から七十七パーセントをかけてですね、一、はいえー、万九百二十八人の答案提出者を、えー、予測しました。で、二、えー、回分のですね担当式試験の合格者を、えー、維持すると予測されますので。 まあ前年ベースでいくと1139人と722人ですから今回の1回の試験で1861人の合格者前年ベースでいくと出すかなと予測されますので合格率は今回は 17.0%17% 17というですねかなり高い合格率になるんではないかと予想されます、はい、では各科目の 合格ボーダーダを見ていいいきたいと思います過去科目のですね、えー、動画も、ね、解説動画もアップしてますので詳細はそちらの方もぜひご確認ください。はいえー、正当可能性「高中」「低ですね、えー、正当可能性「高は、えー、取ってきてほしいもの「えー、中」は半分以上取ってほしいもの「低は、えー、取れなくてもいいもの この3つの属性で分けるとですね今回の企業法は正当可能性「高十11問「中」7問「低」2問でした正当可能性「高は全,全問正解していただきたいで「中」は大体半分の4問ぐらい取っていただきたいということではい15問正解していただきたいので合格ボーダーは75点ということになっています で管理会計論なんですけども、えー、正当可能性はですね、ちょっと期待値で出しています。えー、詳細は管理会計論の動画でも見てほしいんですけども、えー、正当可能性公は27.2、えー、中は、えー、15、えー、定が7.2とで。今回ですね、正当可能性中の方に一問、えー、買いなしの可能性がございます。 でえー、大体49.4点から51.9点というのが、えー、期待値になっております、はいえー、点数の分布などはですねぜひ二宮先生の動画もちょっと見て頂ければと思いますやはりちょっと難易度が高いですね正当可能性低が5問あるような問題でした、えー、監査論です正当可能性高が12問 中が7問低が1問ということで、えー、かなりですね、えー、難易度的にはそこまで高くない、えー、問題だったんじゃないかなと思います、はいえー、正当可能性「高は、えー、10問から11問ですねほぼ満点まで取っていただきたいで中が、まあ、4問から5問ぐらいですね低は1問も取れなくて OK ということで、まあ、ボーダーはやはりこれも75点ぐらいではないかと。 思います。はい、で、えー、財務会計論です。はい、正答可能性高で一問八点のものが十四問ありました。そのうち十一問、えー、取ってきてほしいので八十八点。で四、えー、点のものが四問中三点取ってきてほしいので十二点と。 正当可能性中は8点の問問題が5問ありました。そのうちの2問取ってきてほしいので16点4点のものは2問ございましたそのうち1問取ってきてほしいので4点正当可能性低は8点の問題のみ、えー、3問出題されましたがここは何も取れなくて OK です。はい、ということで えー、116 120から120点です、ね、まあこの点数全部合計すると120点ぐらいになるんですけどもまあ大体、えー、これぐらいの点数まあ4点ぐらいは下にぶれるかなというふうに思われますので、えー、こういったボーダーになっているということですね。 でえーとですね、この財務会計論のです、ね、先ほどちょっと出た数値をです、ね、こう合算していくと、ねはいまあ、企業法が75点ですから。 で管理会計論が、えー、49.4ですね。監査論も75点。まあ、財務会計論が、まあ、一番下の数値をちょっと取っていきましょうか。116点ということで315.4点になりますから。 えー、63%ですかね正答、うん、率63%が合格ボーダーになるんじゃないかなと予測しております63%ですね、はい、ということになりますはいではですねちょっとイベントの方ですね紹介させていただきたいと思いますはい えー、今週の水曜日ですね19時半から21時55分ですね。 これまで目の前の5月の担当対策に専念されてきた方で、3ヶ月後の論文を受験される方を対象にですね、論文対策への学習に切り替える学習法を伝授いたします。はい、担当からですね、論文にちょっと切り替えないとそろそろいけなくなってきますので、合格,合格発表前にですね、やはり、えー、どういった意識で勉強していくべきかというのをですね、ガイダンスさせていただきます。 こちらはですね生のイベントではなくてズームでのライブイベントになっております、はい、参加方法は、えー、とここに書いてあるですね手順三の方に書いてあるミーティング ID をですねズームを立ち上げてからこの96752393767というのを入力していただければどなたでもご参加いただけます特に予約等も必要ないので ぜひですね、皆さんこちらの方ご参加いただければと思います。レジュメの方は、当日ですね、このページでウェブアップされますので、イベントの方のページでもウェブアップされますし、あと、イベント中にですね、チャットの方にダウンロードできる URL を貼りますから、ぜひ皆さんこちらご参加いただければと思います。はい。で、5月29日土曜日ですね、 えー、16時半から、えー、特別小学生試験を実施します。えー、レックのですね、えー、対象コースが最大で80％割引になりますので、えー、ぜひですね、フルテコ参加の方お願いいたします。実施している校舎はこんな感じになってます。5月29日とあと6月19日、えー、合計ですね、直近2回実施されます。いずれか一方しか参加できませんので、どうぞご注意ください。 はい、左の列が5月29日実施される校舎で右側が6月19日に実施される校舎になります。はい、こんなな感じになってますね、はいえー、続きまして、えー、5月29日土曜日18時半からですね、えー、本日の担当式試験の分析会を実施します。 こちらですね、えー、かなり詳細な分析を実施しますのでぜひですね今回受験された方はご参加いただければと思います実施は、えー、渋谷駅前本校です同時中継もします梅田京都神戸札幌富山、えー、名古屋新潟港、えー、水戸三河港佐世保駅前となってます あと YouTube でも、えー、ライブ中継を実施します。ぜひですね、ふるってご参加のほどお願いします。はい。で、えー、6月18日金曜日ですね、本日のこの試験の合格発表日になります。合格発表が終わった後も、えー、6月19日ですね、先ほどもご紹介させていただきましたが、6月19日も特別小学生試験が実施されます。 実施校はさっきと同じですね、表になります。はい、いいですかね。で同日、6月19日の19時半から、えー、こちらですね、今回もしダメだった場合ですね、12月の担当式試験、もう一度目指さないといけない方ですね、科目別に対策の方をガイダンスさせていただきます。はい。えー、実施は渋谷駅前本校です。 で、同時中継で、梅田、神戸、札幌、名古屋、えー、新潟の定型校、三富川の定型校、佐世保駅前本校の定型校と、YouTube ライブでも配信、はい、ライブ中継で配信します、はい。で、ちょっと先になりますけども、7月17日ですね、えー、主要校がですね、こう見るであろうという論文の模試のですね、範囲とかをちょっと分析しながら、えー、ここは、 ね、落とせないという論点をバッとね洗ってですね、えー、対策をしていこうと思いますねまあほこと縦で言うと縦、まあ、に当たるようなガイダンスですね、はいえー、皆さんにとって落としてはいけないところの再確認7月17日、えー、土曜日19時半からになります、はい、こちらもズ、えームでズームのみで実施します、えー、手順「丸三に書いてあるミーティング ID をですね ズームのミーティング参加するをクリックした後に入力していただければですね、96949576979を入力していただければ、どなたでもご参加いただけます。予約なども必要ないので、えー、当日ですね、お時間になりましたら、ミーティング ID でご参加ください。レジュメも、えー、当日公開させます。はい。で、えー、矛と縦で言うと、矛ですね。えー、これは、 予想ですね。論文の直前予想会になります。出題予想のプロでもある講師の皆様にですね、過去の本試験,本試験データとかを分析しながらですね、えー、本試験の出題予想を実施します。7月25日日曜日、17時半から実施になります。実施は水戸橋本校です。同時中継もします。渋谷駅前本校、梅田駅前本校、神戸、札幌、富山、名古屋駅前。 新潟と佐世保提携校でも実施します、はい。はい。以上になります。本日は本当に本試験お疲れ様でした。 学習等がですね、ここで一区切りついたと思うんですけども、今後どういうふうなですね、方向性でまた学習をしていけばいいのかなどですね、いろいろなご質問等があるかと思いますので、ぜひですね、レック本校の方にお問い合わせ等いただければ、こちらの方ですね、ご質問にお答えさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。 あとですね、レクの公認会計士のホームページの方で、えー、個別相談会等のですね。ご案内がありますので、ズ、えームなどでも実施されていますので、ぜひですね。全国の、えー、公認会計士受験生の皆様、フルテですね。ご参加のほど、よろしくお願いします、はい。本日は以上になります。ご清聴の方、ありがとうございました。